どうもゲーム仮面です。今回は、アルファさんが、教えてくれたネタになります。よろしく頼むぞ。カスタムルーム六つ町家っていうところの、二段ベッドのこのあたり、二段ベッドの下の 本の上に乗った状態で巨人の薬を飲むと、おお、できたできたできた、異空間にこうやっていけるみたいです。うわすごいよこれ、めっちゃ落ちてくね。そしてもう一個はこちら、なんとも恐ろしいバグなんですね。怖いです。どうやらこの、ちっちゃくなった状態でここで壁に向かって走りながら巨人の薬を飲むと、一定の確率で行くのかよく分かんないんですけど、ああなる現象が、これはね、俺は失敗してるんですね。でも高速で動く体験をしたいという方はぜひ試してみてください。以上ゲーム仮面でした。